では前半振り返っていきたいと思います。えー、レアルソシエダ対ラージョの試合ですと。で、ソシエダが、えー、433ですね。のフォーメーションで。で、ラージョの方が4231で来ていますと。で、やっぱりソシエダがボール持って、ラージョが、えー、守るっていうような形が多くなっています。ビルドアップの段階で、結構ラージョの方が、形は変えるんですけれども、割と連動してプレスかけに行ってるんですよね。え前からしっかりプレスかけに行って、 で、トップシタン選手がたまにこうなったりするんですけど、まあ、基本的にこのどっちか見てて、で、ボランチも結構高いっちゃ入ってきて、っていうような形になるんですけれども、今回あの、いつもとソシエダ違うのがここですよね。サイドバックのところはウィングがしっかり張ってくれてるんで、それに対してあの、サイドバック見なきゃいけないと。で、なってくると、ここのスペースが空きやすいんですよね。この空いたスペースに、あの、セルロートが入ってきたりとか、もしくはそのままウィングが、 絞ってきたりとか、あとは状況によっては、ここイ、インナーラップ気味で上がってきたりとかっていうので、ここのスペースが空きやすくなりましたよね。433になったことによって。このスペースを狙って、センターバックだったりとか、その辺から結構縦パスが入ってきて、そこに入ってくることによって、サイドバックが追いだされて、中央のスペース空く。そこに対してシルバーがボール受けたりとかっていうので、で、逆サイドに展開していって、またそこから崩していくだったりとか、 そんな感じで、あの、いつもとビルドアップと違うのが、まずサイド張りですね。サイド張りがあることによって、相手のディフェンスラインが広がる。え、ディフェンスラインが広がったことによって生まれてくるこのスペースですね。このスペースをシルバーだったり、セルドートだったり、メリーノだったり、もしくはサイドバックがうちろ後ろから上がってきたりっていうので、このスペースを使えるようになりましたね。ここが、ソシエダはいつもと違うところかなと思いました。ラージョの方のディフェンスラインの方が、後ろの対応が微妙なんですよね。 ここの裏スペースですね。裏スペースへの対処が微妙で、ちょっと遅れたりとかしているシーンが多いので、ここのね、433にしたことによって、えー、両サイドバックが広がざるを得なくって、その広がったところの間のスペースですね。ここにセルドートが流れていって、裏取ったりとか、っていうシーンが、右も左も確か両方ありましたよね。 そんな感じで裏スペースも狙いやすくなっているっていう風な感じになっているので、433の利点生かしつつ、相手のちょっと弱い部分、ウィークポイントのところをついて、えー、展開していってるっていうのがソシエダですね。ただ、相手はその辺やられがちなんですけれども、結構真ん中は固めてくるんですよね、しっかり。だから、あの、中がスカスカになるっていうことはほとんどない。 で、プラス、このサイドハーフですね。サイドハーフもかなり下がってくるの早いんで、基本的にこの4-4のブロックはしっかりできていて、中にもしっかりあの、人数かけられているので、あの、やられにくいかなと。決定的にやられたのって、2本ぐらいで,で、シルバーがま、たまたま外したやつ、セルロートが流れていって、センターバックが釣り出されたところ、シルバーが、えー、っと、走ってきたから、そこマークが間に合わなかったんですけど、まあ、それでもマーク、しっかりはついていたんで、シルバーが。 トラップが上手かっただけなんで。ちゃんと人は見れてるかなと。で、こっちのサイドでね、あのシルバーがボール奪ってオヤルサバルが打ったシーンもあったんですけど、まあ、あれは、まあ、事故みたいなもんというか、ファールになったし、あれは事故みたいなものなんで、そういう意味で言うと、相手は完全に崩されてるかって言われるとそうでもないかなと。であの、塩試合っぽくなっちゃってはいるんですけど、 結構433の利点はうまく活かせてるかなっていう印象ですね。特にオヤルサバルとバレネチアのところサイド張ってるだけじゃなくて、サイド張ったことによって生まれてくるスペースだったりとか、そのあたり使うっていうのは、あのー、うまくできてるんじゃないのかなと。で、セルロートがよく裏抜け出せるのも、相手のディフェンスラインが広がって、間のパスコースが、門が開いて、パスが通せるようになってるので、 433の利点は結構活かせてるんじゃないのかなって思いますね。ラージョの方の攻撃は、基本的にはカウンターを狙っていて、で、この両サイドですかね。両サイドハーフのところ狙っていくか、もしくはサイドバックの攻撃参加も結構盛んですよね。特にこの3番。ガルシアの攻撃参加も結構盛んで、で、サイドハーフが高い位置入ってきたりすると、このオヤルの戻りが間に合わなくて、ここから運ばれていって。 っていうような形は結構あるんですけど、サイドからの運びっていうのはちょこちょこあるんですけれども、ここからね、詰まった時に一回下げて、で、組み立て直そうっていう風になったら、当然ここ、ソシダも全員戻ってくるんで、戻り切られてからの崩しっていうのがなかなかできてないですよね。で、どっかしらのタイミングでロングボールとかで、この裏ついたりするんですけれども、そのパスの質があんまり良くなくって、そのまま流れて、相、あの、ソシダボールになったりとか。 っていうので、狙いは守ってカウンターっていうのはわかるんですけれども、あんまりあのボールの質が良くないんで、ラストパスの前の前ぐらいのパス、その辺のパスでミスって、で、ソシエダに取られてて、で、またセカンドを拾われて、ソシエダボールっていう風な形になることが多いかなっていうような、そんな感じの展開になっていますね。 後半、総評やっていきたいと思います。ラージョの方が後半変えてきましたよね。で、左のサイドハーフにこの15番の選手を入れてきましたと。で、この選手がかなり足速くて、縦にものすごく速いと。で、プレッシャーも速くて、アリッツに対するプレスですね。ここをかなり狙ってましたよね。 で、ラージョの方がより後半狙いをはっきり定めていて、狙いとしてはここですね。ソシエダのディフェンスラインで回しているところで狙う。っていうのがラージョの後半の特に目立った狙いでしたね。で、ディフェンスラインもそれに連動して上げていく。彼らが上がりきってくれ、上がってくれることによって、両サイドに一回ソシエダは収めたいんですけど、収める位置が低くなっちゃうんで、収めたところで、 次の展開がしづらくってまた戻してっていう風な感じで、ソシエダが得意とするボール回しながらじわじわと高い位置に入ってくるっていうことがさせてくれなかったですよね。1点目が、ソシエダの弱点というか、ショートカウンターに弱いんでショートカウンターで、えー、持っていくっていう風な狙いだったんですけど、サイドバックが上がってて両サイドとも。で、この状況でスピベンディがここで、 カバーに入りがてら受けるんですけど、ここでボールを受けた時に、この間で受ける選手いないんですよね。ここ。だからトップ下の選手が、ここ思い切って寄せることができる。で、えー、っと、ここに選手がいないからもうコースがここしかないんですよね。センターバックに対するコースしかなくて、センター、あの、センターワードもここに寄せてるんで、スピメンディからするともうここに出すしかないんですよね。ここにいないから。 ここのメリーノも一応いるんですけれども、結構高い位置にいちゃって、ここのスペースに入ってくる選手がいないという状況だったので、サンチェスが結構読みやすくって、スピメンディからパチェコに入った時に、ちょっと高い位置に出しちゃったんですよね、ここスピメンディが。だからパチェコがちょっと上がんなきゃいけない。で、それに対して詰めてきた。で、早く回り、まあ、詰められたので、ここで奪われて、 で、持ってかれて、最後シュートっていうような形だったんですけれども、大本さんと、まず相手の狙いですよね。狙いがはっきりしていて、で、サイド高く上がっていったとしても、そこは中切りで対処していって、中央のここを狙ってましたよね。ここスピメンディしかいないから、スピメンディのところ潰しきれば、出すスペースがなくなって、センターバックに下げてくれるので、それを完全に狙ってましたよね、ラージョは。これ、ものすごく狙い、 通りだったと思いました。ソシエダの1点目はこうですね。ムニョスの攻撃参加ですね。左サイドバック特にムニョスが攻撃参加してきてて、で、状況的にはこんな状況でしたね。セルロートがポストプレイヤー役入ってて、で、サイドバックに対しあ、バレネチアに対してはサイドバックが見るっていう、こういう体制になってましたね。で、 えっと、サイドハーフか。サイドハーフが当たりに行ってたんですけれども、かわされて。で、ムニョスがここ縦突破できてた状況ですね。この状況から始まってますね。この状況から始まって、一旦バレネチアに、ムニョス預けて、で、バレネがちょっとここ、中に入っていって。で、ムニョスがここ開いたんですよね。開いたことによってサイドバックが絞らずにいた。 ことによって、ここの間が空いていて、で、セルドートがかつ下がってきたから、相手のセンターバックが、寄らなきゃいけなかったところをシルバーがこの間狙って、パスを出したっていう感じですね。で、えっ、ー、と、流れの中でサイドバックが絞らなきゃいけないってなったから、ムニオスがドフリー。で、ここからクロス上げて、最後セルドーとかスースッとここ中に入ってきてシュートっていう風な形だったんですけど、大元たどるとまずムニョスの攻撃参加ですよね。 ムニオスが攻撃参加してきたことによる、えー、崩しと、あとバレネチアですね。バレネチアの、あの、外張りですよね。今まで442の時は外張り要員がいなかったんですけど、こういう時外に張ってるからサイドバックが、さか、あの、広がらざるを得ない。で、広がってくるとここのスペース空いてくるから、セルドートがね、こっち側の選手をピン止めしてれば、当然ここのスペース、間が空いてくるんで、そこに飛び出してくるシルバー。 っていうような形で、このサイド張りも効きましたよね。で、ムニョスのこの動きも良かったですよね。バレネに出して、そのまんま止まってるんじゃなくて、外に開くことによって、もう一回サイドバックがね、マーク見,見ざるを得ないんで、余計ここが開くんですよね。っていうところが、あの、キーになってるので、433が効きましたよね。433とサイドバックの攻撃参加。で、2列目からの飛び,飛び出しですね、シルバの。 で、最後はセルドットだったんですけど、左サイドの崩しはそんな感じで連携で崩していましたね。交代でかなりまたソシエダはシステム変えましたよね。えー、4231っぽくしましたね。で、久保は右サイド、もしくは左に、ね、流れたりとか、あの、アリチョウとポジションを入れ替えながらっていう風な感じだったんですけど、ベースは多分右サイドかなと。で、これにしたことによって、あの、スピメンディの 負担が少し減りましたよね。ビルドアップの時に、ここスピメンディが下がってきたりするんですけど、下がってくると中央が空いてしまって、トップ下がプレスかけてきて、あの1、い、点目とかそうなんですけど、それでミスが生まれちゃったんですけれども、1枚ね、ボランチが入ってくることによって、必ず真ん中に1枚いるようになったんですよね。 で、スピメンディとかが後ろで自由に動くことができたので、それによってサイドバックも高い位置に置くことができる。で、そうするとマークがずれてくるので、ビルドアップがしやすくなるっていう風な形を作って、イジャラを1枚ね、真ん中に置くことで、自由度が増して、後ろからのビルドアップっていうのがうまくいくようになりましたね。これのまず、あのー、ボランチに変えた、イジャラとメリーの変えたところは、ここが効いていたかなと。で、えー、っと、久保とアリチョは、 ここも、えー、まず、久保ですよね。久保は右サイドがね、左サイドと比べると、ちょっと低い位置でボールを持つことが多くって、高い位置であんまりね、勝負することができてなかったですけど、ここで久保が入ることでね、久保の個人技で打開できるんで、で、ドリブルで打開していって、逆サイドに展開していって、アリチョンのところですよね、えっ、ー、と、仕掛けをしていって、えー 深いところまで持ってったところ、ムニョスが上がってきて、クロス上げて、で、最後、カルドス・フェルナンデスっていう風な形で、まあオンゴールになっちゃったんですけど、ほぼカルドス・フェルナンデスの1点でもいいかな、という風な形ではあったんですけど、大元タウトラービルドアップですよね。ビルドアップ改善していって、えっと、後ろから組み立てやすくなって、高い位置まで運びやすくなったと。で、久保のところ、個人技で、 ここからドリブルで運んだり逆に展開したりするのが上手いんで、それが気を利いたと。で、アリの仕掛けが効いて、高深い位置まで行けて、で、最後、ムニョスのクロスでカルドスフェルナンですっていうような形だったんで、まあ結構、あの、交代が効いていたなと。サイド相手が2枚なのに、サイドバック1人でサイド対応するっていう442がきついっていう試合はいくつもあるので、今日の試合がね、きっかけになるといいですよね。433でも全然差し台行きますよっていう風な。 442でもいい時はあるんですけど、相手のシステム上やっぱり433で行かざるを得ない時はあるので、久保はちょっとまあ途中交代だったんでね、あのー、活躍の機会はちょっと少なかったんですけど、古いよりは。まあでも、右サイドで張って、で、ガルシアですね、ガルシアとの、 一対一はかなり苦戦してましたよね。ビルドアップの段階で、いつもだったらここスルッと受けられるんですけれども、ここのプレッシャーが非常に早いんで、なかなか受けることができなくって。でもそんな状況の中で、2点目ですね。2点目崩しのきっかけになったここのドリブルでの崩しですね。で、キープ力もありますし、運べますよね、やっぱここで。 サイドハーフの位置から中に入ってくるタイミングがあるんですけど、逆サイドですね。左サイドから崩していって、最後クロス上がるようなところ。で、サイドハーフの位置から中に入ってくるんで、マークがずれるんですよね。マークがずれて、クボの、あれが一瞬遅れたりとか、対応が遅れたりとかして、ちょこちょこフリーになってたんですよね。 ただボールが出てこなかったりとか。で、動き方も良かったですよね。中、外から中に入っていって、一瞬マイナスで受けるかっていう風に見せかけて、逆をつく。で、ここで受けようとしたりとか、前線でのこの動き出し、オフザボールの動き出しっていうのも、あの、は良かったかなと思いましたね。433になった時、どうしても久保使うとしたらここになりますよね。で、ここの右サイドになった時に、やっぱ張らざるを得なくって、 で、そうなってくると、ここで受ける機会っていうのが増えるんですけれども、今日みたいな感じで、サイドバックがかなりマンマークついてると、行かれてし、あの、 ボールがなかなか来なかったりとか。左に久保流れてて、相長が右っていう風なパターンで変則的になったりするんですけど、ここでの仕掛けもね、相手が2枚で対応してくるとちょっときついですよね。縦の突破っていうのを今日、やろうとはしてたんですけど、完全に抜きましたっていうシーンなかったので、ここの縦突破ですね。縦突破っていうところも、あのー、できるようになると、両方とも、これ多分、いけると思うんですよね。右も左も。 これは予想なんですけど、相手的には多分ここ縦しか来ねえだろうな、みたいな。左足注意しとけばいいんで、カットインからの右足のシュートってほとんどないんで、クボだから縦だけ切っとけば OK。この1枚目は。で、2枚目の選手が、えー、中切っておけば。っていうような感じで対応してたんで、多分これは読まれてたんじゃないのかな、と。イコールそうなってくると右足蹴れるようになると強くなるよねっていう話にはなってくるんですけど。